など、あらゆる交通のように共する道路の通称である。単に一般道とも言う。猛火 IC 南交差点付近の猛火バイパス入り口一般道路ではあるが、歩行者、自転車、軽車両、ミニカー、小型特殊自動車、125cc 以下の小型自動二輪車、原動機付き自転車の通行が禁止されており、自動車専用道路と同等の規制である。 法律上、明確な定義がなされている言葉ではないが、道路交通法関連法規である、交通の方法に関する教則においては高速道路以外の道路を指している。また、有料道路や高速道路、市道ではない道路という意味でも用いられる。あらゆる交通のように共する道路ではあるが、自動車専用道路と、同じく排気量 125cc 以下の二輪車の、 通行が禁止されている路線もある。トンネルや橋、立体交差や連続効果など通行が危険なために歩行者や自転車、場合によっては排気量 50cc 以下の原動機付き自転車の通行を禁止している区間などもある。また自動車専用道路に準じた構造を持つ路線もあり、 設計速度が高く最高速度が高速道路並みの70時速 80km に指定されている区間も存在する。なお、一般国道とは日本における高速自動車国道以外の国道を指すので意味が異なり、またそれには一般国道自動車専用道路を含むので一般道路に包含されない。ありがとうございます。